みんな、こおづきななだよ。今日は三省スマートパチンコ全国導入第1弾、 E ゴッドイータートリプルバーストの紹介をしていくよ。最後まで見てくれると嬉しいな。この台はスマパチ限定で可能になったラッキートリガーの性能向上に対応した機種なんだ。ラッキートリガーが神の領域へと進化、その名もゴッドトリガーかっこいいでしょ。本機の最大の特徴は1500個×約 80% ループが最大3セット獲得できること。3セット取得時の最大継続率はなんと 93.4%。 これがかつてないゴッドトリガースペックなんだ。もう少し詳しく見てみよう。大当たり確率は約199分の1、液晶図柄揃い確率約539分の1、荒紙チャージ確率は約314分の1だよ。初回液晶図柄揃いは必ず1500個を獲得できて、ラッシュ突入をかけたジャッジメントに突入するんだ。ジャッジメントの成功期待度は約 64%。 成功すると継続率約 80% のラッシュを最大3セット獲得することができちゃうよ。ラッシュ中、演出成功時の獲得出玉はオール1500個。バンバン荒紙を倒しちゃおう。ジャッジメントとラッシュ、新バトルラッシュ、レイジバーストについて説明するよ。ジャッジメントは初回図柄揃い後に必ず突入、成功期待度は約 64%。 成功すると継続率約 80% のラッシュを約 50% で1セット、約 39% で2セット、約 11% で3セット獲得できるんだ。そして獲得セット数を全て消化するまでラッシュは終わらないよ。ラッシュ中は演出成功でオール10ラウンド1500個を獲得してセット継続、失敗で2ラウンド154個を獲得して1セット消化するよ。セット数は継続か消化のみで増えることはないから注意してね。お次はゲームフロー。ジャッジメントは液晶図柄揃い後の突入がメインのルート。たまに荒紙チャージで10ラウンドに昇格してジャッジメントに突入することもあるんだって。セット数はジャッジメントで決定。フリーズ発生で3セット獲得だよ。演出を成功させて何セット獲得できるかジャッジメントはドキドキ、気合を入れて右打ちだ。もし失敗しちゃっても泣かない、怒らない、寂しくなったらおでんパン食べる。3セット獲得時のプレミアムゴッドバーストはフリーズから始まる神の領域。メーターがなくなる前に図柄を揃えることができれば継続、シンプルで楽しめるド派手な演出が盛りだくさんだよ。2セット1セット時の演出は豊富なモードを搭載。ラッシュのモードが5種類、演出カスタム3種類で組み合わせは計15種類。ラッシュは王道の10カウントラッシュ、一押しの1000ラッシュ、人気のバカンスステージをラッシュにしたバカンスラッシュなんていうのもあるんだ。どれで遊ぶか迷っちゃうな。こういう時は目をつむってランダムで選んじゃえ。演出カスタムはデフォルトのノーマルモード、赤系チャンスアップ出現で大チャンスの赤圧モード、一発告知の神告知モードから選べるよ。自分好みの組み合わせを探してみよう。それぞれのラッシュの特徴を紹介しちゃうよ。ビビーさんが活躍する一戦ラッシュは違和感探し特化モード、映像、音、光、さまざまな違和感演出を30種以上搭載してるんだ。わかるかな。王道の10カウントラッシュは10カウントで決着するスタンダードバトル、さまざまなチャンスアップが鍵を握るよ。隊長かっこいい。シエルちゃんのステップアップラッシュは
ガチ信頼度モード。演出発生で命中率がアップしていくんだ。シエルちゃん頑張って。じゃじゃーん、ブーストラッシュは私が活躍しちゃうよ。連打で荒神を殴って殴って殴りまくっちゃう爽快モード。一緒に荒神をぶっ飛ばそう。新しく追加されたバカンスラッシュ、女の子が水着で活躍するモードなんだ。もちろん私も出るよ。海で一緒に癒されちゃおう。次は通常時の説明だよ。通常時は4大神演出が超重要。制約達成を契機に発生する新覚醒予告、バトル SP リーチ中結合崩壊レベル3到達で発生する新速進撃演出、変動開始直後からあらゆるタイミングで発生する新激圧予告、最強荒神討伐に挑む最強荒神 SP リーチ。これらは神の文字出現が発生の合図で、一つで大チャンス、二つで超チャンスの演出になるんだ。出てきたら熱々。通常時のメインルートはバトル SP リーチの結合崩壊バトル。結合崩壊レベルが上がるほどチャンス。さらに今回は期待度のバランスを調整してよりスピーディーに決着するようにしたんだって。楽しそう。通常時はその他演出頻度も見直されて、今までのシリーズよりも分かりやすくシンプルなゲーム性になってるよ。通常時は他にも演出盛りだくさん。ビビー SP リーチはリーチ外れから発展するリーチで、ビビーさんが敵を倒せば大当たり。2つの終末捕食リーチは最強 SP リーチに次ぐ大チャンスのリーチだよ。バカンスモード限定の SP リーチもあるから覚えておいてね。今期は新しくなったスマパチ専用枠、その名もイーブライト。巨大なセグで大当たり出玉や期待度が表示されるよ。カスタムと楽曲ももちろんいっぱいあるんだ。賛成フラッシュや先読みカスタムはもちろん、全ての神演出が超チャンスになる神演出カスタム。チャンスの時、入賞時に下のセグがフラッシュする先セグカスタムも搭載してるよ。赤セグモードならガチ信頼度がパーセンテージで告知されちゃうんだ。ぜひ選んでみてね。そして本機だけのオリジナル楽曲も搭載。なんとボカロ P の相花さんが書き下ろし、中川翔子さんが歌唱した新規オリジナル楽曲ピーキーを搭載。アップテンポで爽快感抜群、超かっこいいんだ。もちろん歴代の名曲もたくさん搭載されてるよ。最後にスペックのおさらいをするよ。大当たり確率 199.5 分の1、液晶図柄揃い確率 539.2 分の1、荒神チャージ確率は314.2 分の1、ジャッジメントは液晶図柄揃いで 100% 突入、成功率は約 64%、 ラッシュ継続率は1セット約 80.1%、 最大3セットで合算約 93.4%。 液晶図柄揃いラッシュ中の演出成功時はオール1500個。神の領域に進化した E ゴッドイータートリプルバースト、2024年9月2日から全国導入開始だよ。最後まで見てくれてありがとう。いっぱい遊んでくれたら嬉しいな。それじゃあみんなまたね。たくさん喋ったらお腹すいちゃった。おでんパン食べようっと。